今日さ、うん、なんか暇だからテレビ見てたんだよ。はいはいはい。30分ぐらい。マジ暇だったんだね。ああ、なんか犬を撫でながらテレビ見てたら、うん、めちゃめちゃ深い歌詞の子供向けのなんかみんなの歌みたいな流れてきて、うん、考えさせられた。考えさせられた。しっかり考え。地球はみんなのものじゃないよ。ほう。地球も君と同じ生物だよみたいなのを子供向けテイストでやってて、うん、なんでテレビ見てるときいつもさ、うん、教育テレビつけてんの？いっちゃんと。あれ教育テレビじゃなかったと思うけど。でも子供向けなんでしょ。子供向けっぽかったけど、てか時間が夕方だったから、うん、なんか蕎麦屋が潰れるニュースか。蕎麦屋潰れんの、うん、なんかどっかの駅の立ち食いうどん屋か蕎麦屋が潰れるニュースか、それしかなかったからそっちでしょ。まあね、テレビ好きなんだよな。見ててもつまんないけど。好きなイメージはあるけど。テレビってかなんかよくいろんなもの見てんなってイメージ。なんか世間とつながってる感じがしていいよ。どういうことかわかんない。わかんないでしょ。だから弱いねって。世間とつながるって何？わかんないよね。わかんない。何世間と教えてよ、福田さん。世間とつながる。ここ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 にいる。いつ出会う。ティラノサウルス、トリケラトップ。そういうことです。はい。